せいや。いやー、なんかちゃんさー、42歳になる、なったんですよ、俺。はい。ちょっと体がね、体がきよって。はい。もうちょっとダイエットもしたいんですよ、お母さん。ちょっとデブっちゃってるから。いや、僕の方がもっとデブってるんで、ちょっと本当にダイエットしようと思って、今年からちょっと始めたことが。マジですかって。それ体にもいいんですか。体にいいことだって。健康診断でもいつも引っかかるんですよ。うん、多分最近もう全然引っかかるもん。もう脂質も多いし、血圧が特に高くて。血圧ね。いや、俺ちょっと高くなるんですよ。だから、血圧を下げるために、今のことを始めてることが。なんすか、なんすか、教えてくださいよ。なんと、トマトジュースを飲む。出た。トマトジュース。朝。トマトジュース、俺嫌いなんですよ。いや、意外と、自分も苦手意識があって、最初飲めなくなと思ってたんですけど、ちょっと試しに飲んでみてほしくて、今日はね、なし、じゃあ飲めぞだけど。買ってきました、トマトジュースを。トマトジュースやろ。いや、もうお母さん、トマトがとりあえず、生で食うのが嫌いで。なるほど。味付けしとったら全然いいんですけど、塩振るとか、はい、マヨネーズとかかけるとか、はい、ドレッシング振るとか全然するってんですけど、トマトはそんなに好きじゃなかったんですけど、マジですか。ちゃんとトマトジュースってこれ熱処理してあるんで、血圧を下げるために飲むから塩は入っちゃいけない。塩入っちゃダメなんですか。塩入りも結構売ってるんです。そっちの方が美味しいから。それはいいと思う。だから塩抜きで毎朝1個。マジ、これ塩抜き。塩抜きでトマトジュースね。トマトジュース、40代からトマトジュース始めてみませんか。やばい。まずいもんね、マジ。多分、いや、まずくない。飲み出したらもう全然いける。いけます。ちょっと飲んでみてほしいな。何じゃいけ、飲んで、このまま飲んでいいですか。飲んで、飲みますよ、トマトジュース。マジで、うわ、飲みよう。めちゃくちゃうまい。うそ、うまいんすか。うまい。もう本当に騙されたと思ってグビグビっと。うそ。で、冷えてる方がもっと飲みやすいんですけど。ああ、これ常温や。今常温になっちゃった。常温や。うえー、うわ、俺ちょっとマジ。いつもね、私はカゴメサンド飲んでるんですけど、今日はちょっと急遽伊藤。伊藤ないですね。これも美味しい。塩入ってない。塩入ってない。あ、マジっすか。うわ、ちょっと、マジや。うえぇ。いいっすよ。飲みましょう。これ体にいいですか。これ体にいいです。もう毎朝。マジ、うっそ。もうほぼない。飲むものですか。はい、もう、あ、もう口なくせんもん。マジで。いや、伊藤栄さんの飲みやすいです、カゴメさんより。マジっすか。はい、カゴメさんの方がえげつない。もうちょっとあるえぐみがあるかな。もうこれすごく飲みやすいです。マジっすか。うん、うわ、うそ、美味しい。やば。いや、ちょっと長ちゃんの応援ギター弾いてくださいよ。応援ギター弾いてテンション上げて飲みますよ、俺。お、じゃあ弾きますよ。弾きますよ、お願いしますよ。あ、ブルージーね、ブルージーね。よし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 。これ毎日の。うれ。バッ
ける。マジで？そうすれば血圧もちょっとずつ下がっていく。下がっていく。皆さん、もう40代からこんなことしないかんですよ。これ毎朝、これ毎朝。まずい、もう来ちゃう、まずい。うわー、やばい。曲いってみよう、曲。曲、トマト、トマトの曲。トマトジュースだよ。